ギネスのビールギネスは、1759年にアーサー・ギネスが創業したビール醸造会社である。1759年以来、アイルランド・ダブリンのセント・ジェームズ・ゲート醸造所に生まれたギネスあるいはギネスビールとして広く知られる黒スタウトを生産している。創業者のアーサー・ギネスは同1759年に当時使われなくなっていたこのセント・ジェームズ・ゲート醸造所を年45ポンドの対価で向かう9000年間の契約で借り受けている。今日ではギネスは認可に基づき世界各地で生産されているが、その生産されるビールはあらゆる報告から鑑みればそれぞれ著しく異なっている。一例としてナイジェリアで生産されているギネスはアフリカの気候下で流通、保存されるためにアルコール分が 8% と非常に高くなっている。これは近年になってアフリカへの旅行者を中心に有名になり、アフリカのギネスという触れ込みで、本国、アイルランドなどに逆輸入、販売されている。なお、ロンドンのギネス醸造所は2005年に閉鎖された。1997年末にグランドメトロポリタン社と合併してディアジオ社を形成し、今はディアジオ社のビール部門という扱いになっている。日本国内でのビールの販売権は、札幌ビールが2009年6月まで持っていたが、2008年11月に、ディアジオ社と関係の深いキリンビールが販売権を取得したと発表。2009年6月からキリンビールが販売を行うようになった。結果として実現しなかったが、札幌ビールは日本での販売権を獲得した当初、将来的に札幌ビールでギネスを製造する計画を立てていた。ギネススタウトは水、大麦麦芽、ホップと醸造用イーストから作られる。大麦の一部は孵化して引き割りとし、焦がすことでギネスに黒ビールの色と特徴的な味を加える。それは低温殺菌されて、そしてろ過される。そのコップに入った食事という評判にもかかわらず、ギネスはAパイントあたりわずか198キロカロリーであり、同量の脱脂牛乳やオレンジジュース、あるいは大部分の他の非ライトビールより低カロリーである。使われる水は、ウィックロー産地の女王の井戸から取っている。使われる大麦は、アイルランド産である。ドラフトギネスとその缶入りの製品は、二酸化炭素のほか窒素を含む。窒素は二酸化炭素より、溶解度がずっと低いので、ビールを発泡性にすることなく高気圧にすることが可能になる。高い圧力を使って、微小な泡を形成させ、かつ、継ぎ口の中のプレートに開けられた細かい穴にドラフトビールを通すのだが、これらがギネス特有のサージを起こすのである。ドラフトギネスのよく知られた滑らかさは二酸化炭素が少ないこと、窒素を使っていることと前述の注ぎ方により生ずる非常に細かい泡でできたヘッドのクリームのような性質から来ている。オリジナルエクストラスタウトは非常に違う味がする。これは二酸化炭素だけを含んでいるので、どちらかというと痛烈な味である。現代のギネスドラフトとエクストラスタウトは、19世紀のそれらより薄い。当時は醸造前比重が 1.070 以上あった。外国のエキストラスタウトとスペシャルエクスポートスタウトは、アルコール度数 7% で、おそらくオリジナルに最も近い特性を持っている。創始者のアーサー・ギネスの肖像アーサー・ギネスは最初はライスリップ、その後1759年からアイルランド、ダブリンのセイ・ジェームズ・ゲート醸造所でエール醸造を始めた。彼は使われていない醸造所を年45ポンドの対価で9000年間の賃貸契約をした。10年後の1769年にギネスは初めて製品を輸出し、その時6たる半がイギリスに送られた。アーサー・ギネスがスタウトスタイルのビールの開祖と信じられることがあるが、ビールに関してスタウトという語が初めて使われたのは1677年のイーガートン社本であり、アーサーの生まれるおよそ50年前のことだった。ギネスビールに関連してスタウトという語が初めて使われたのは1820年のスタウトポーターだった。ギネスが最後のポーターを醸造したのは1974年だった。ギネススタウトはナイジェリア、そしてインドネシアを含むいくつかの国でも国際的ライセンスの下で醸造される。発酵前のホップを加えたギネス麦芽汁抽出物がダブリンから送られ、そして地方で醸造されたビールとブレンドされる。ロンドンのパークロイヤルにあったギネス醸造所は2005年に閉鎖された。英国向けのすべての生産はダブリンのセイジェームズゲート醸造所に切り替えられた。英国の人々はアイルランドで醸造されたギネスはロンドンで醸造したものよりずっと良い味がすると述べていた。この醸造所はいくつかの品質管理の先駆けとなった。スチュデントという筆名で本を書いたウィリアム・モセットはこの醸造所の従業員だった。そして彼の最も有名で重要な成果の一つが、スチュデントの T 分布であり、さらに一層知られた、スチュデントの T 検定である。サンデー・インディペンデント紙は、2007年6月17日に、ディアジオが歴史的なダブリンのセイジェームズゲート工場を閉鎖して、都市の外れにある空き地に移転する計画であると報道した。これが発表された時、若干の論争が起きた。翌日、アイルランドデイリーメール紙は、際立った画像のついた見開き2面の記事と、同工場の1759年以来の詳しい歴史を記した続報を掲載した。はじめ、ディアジオは、移転に関するどんな話でも単なる推測に過ぎないと述べたが、サンデー・インディペンデントの記事以降増加する憶測に直面して、同社は創業の全面的な見直しを行っていることを認めた。この話は、リポーターのサマンサ・ライブレリによって、アーティの主な夕方6時1分ニュースで報道された。研究によると、ギネスは心臓の健康に有益であるかもしれない。ある種の果物と野菜の中に見られる抗酸化物質に類似しているギネスの中に存在する抗酸化物質の化合物が動脈壁に有害コレステロールの蓄積する速度を下げるために、健康に有益であることが発見された。かつて、アイルランドでは、医師が妊婦に対し鉄分補給のためギネスを飲用することを推奨していたが、2019年現在、アイルランドの医療当局ハスは、妊娠中のアルコール摂取は、胎児の脳と体の発達に悪影響を与えるとして、妊娠中は一切アルコールを断つことを推奨している。ギネススタウトは、様々な種類、様々な、強さのものが販売されている。ギネスの醸造所ではまた他のブランドのアルコール飲料を生産しており、この中にはハープラガーや主に国外向けのエール、キルケニーやキルケニーとよく似た製品で、主に国内向けのエールのスミディックスが含まれている。ギネスは伝統的にあまり冷やさずに飲まれてきたが、若者を中心とした思考の変化に対応するため、エクストラチルドと呼ばれる、冷やしてギネスをサーブする特別なタップがディアジオ社によって多くのアイルランド国内のパブに配備されている。ギネスそれ自身がブラックスタッフあるいはデビルズネクターとして知られているが、カクテルと混同するべきではない。バーでは長きにわたりギネスカスケード、すなわちギネスの泡がグラスの中で沈むように見えることが議論の的になってきた。この効果は効力のためである。つまり、グラスの壁に触れた泡は上方向の速度が遅くなるが、その一方グラスの中心部の泡は液面まで自由に上昇できるので、上向きの泡の柱ができる。上昇する泡は、周囲の液体の気液導板によって、上向きの水流を作る。中心部のビールが上昇するので、グラスの外側近くのビールは下向きに流れる。この下方への流れが、ガラスの近くの泡をそこに向かって押す。この効果はどんな液体でも起こるが、暗い色をした窒素スタウトでは、暗い色の液体と軽い色をした泡の対比のために、特に目立つのである。2006年のイギリスとアイルランドでのギネスの売り上げは 7% 減少した。ギネスは、マイケルパワーを使った広告キャンペーンにより、最近アフリカのビール市場で支配的なシェアを取った。2006年にはカナダは世界で最も成長が早いギネスドラフト市場だった。そして2006年の聖パトリックの日にはカナダではアイルランド国内よりも多くのギネスが売れた。アメリカ合衆国でのギネス販売は 9% の増加を見せた。ギネス社はまた、ギネスワールドレコーズをも生み出した。これは1955年に始まっている。1997年にギネス PLC はグランドメトロポリタンと合併し、ディアジオ PLC を形成するに至り、その際にこの世界記録集はゴレインエンターテイメントに売却されたが、2002年にはこの会社ごと現出版元であるヒットエンターテイメントに買収されている。ありがとうございます。